シュリー・ラマナ・マハリ氏はい頃の写真ラマナ修道院にて、ラマナ修道院入り口修道院のネハンどころシュリー・ラマナ・マハル氏は南インドの聖者。解放に到達するための自家すぐの道として、シンガの探求を推奨した。アートマンは、シンガを、ビチャーラは、探求を意味する。英語ではアートマンを大文字で始まるセルフとして、自我を小文字のセルフとして区別して表記される。 近年の日本語訳は、大文字のセルフを、シンガとして、字が、セルフと厳密に区別している。1879年12月30日、南インド、タミル・ナード州のマドゥライの近くにある、ティルチュリ村で生まれる、ベンカタラーマンと名付けられる。聖火は現在、父の名、スンダラム・アイ・アールにちなみスンダラ・マンディランと名付けられ、ラマナ・ハウスという名で残されている。 1896年7月中頃、16歳の頃に土地上として起こった死の体験に触発された内的探求から完全な無限の不死の実在かつ意識かつ私服である真が、または真実こそが私であると悟る。土日ごとに寺院を訪れ、熱烈な宗教的な喜びを持って寺院の周りを回る敬遠な性格であったが、特別に宗教的な書籍に親しんだり、 瞑想などの修練をしたことはなかった。同年8月末、巡礼地であるティルバンナーマライの古来より芝神の権限とされるアルナーチャラの丘に呼ばれるように家を出て、生涯をアルナーチャラから離れることはなかった。ティルバンナーマライに来た当初、沈黙を守っていたが、自然とその存在は知られるようになり、次第に多くの人々が訪れるようになった。 ラマナマハルシという名前は1907年頃に訪問したガナパティシャーストリーによって命名され、以後広まった。最初の頃はアルナーチャラの周辺にある寺院やホラー穴に住んでいたが、1922年12月頃からアルナーチャラの麓にある母親のアラガンマルのお墓がある場所に定住し、そこが現在のラマナアシュラムに発展した。 1950年4月14日午後8時47分に死去。亡きは滑走されずにサマーディホールの地下に安置されている。現在のアシュラムはマハル氏の実定の孫にあたる VS ラマナンにより管理されており、世界各国から訪問する信奉者を受け入れている。シャンカラ・マハル氏の教えはシャンカラの府21言論にたどれるが、 自身は何らかの思想や哲学を教えているという思いはなく、ただ自らの体験を語っていた。難解な聖典の教えを、その本質を把握して明確に説明することができ、数多くの質問者の疑問を晴らした。しかし、言葉での教えより、マウナこそが最も力を持っているとたびたび語っている。ここでの、マウナは単に言葉を達さないことではなく、 心がその源に溶け込み、別に存在していないあり方を意味している。マハル氏は、マウナを永遠の雄弁であると表現し、言葉を発することはその力の妨げになると述べている。実際に、マハル氏に会いに来た人が、言葉を交わすことなしに、目と目を合わせるだけで、心が落ち着き、今まで味わったことのない幸福感に包まれたというような話が、 シンポーシャルのマハル氏との思い出を収録したフェイストゥーフェイスウィズ SRI、ラマナマハラ氏などの書籍の中でよく語られている。私は誰かという問いかけによる実践的なシンガの探求を推奨した。肉体を自分であると誤ってみなしているエゴである。私の根源を探求することで、私が根源であるシンガに溶け込み、 消え、純粋な意識であり、絶対的実在の真賀のみが残る。これは、ビチャーラマールがまたは、ジニャーナマールガと呼ばれる。この探求は、常に自らが真賀であることに気づくために行うもので、あり、新たに真賀を作り出したり、真賀を獲得するということではない。ただ、真賀を覆い隠している、障害物である、私とは肉体であるという思いを書くとする。 様々な思いを除くだけである。マハル氏は、自らが真我であるのに真我であると気づいていないことを、不可思議の中の不可思議と表現している。悟りへのまっすぐなもう一つの道として、バクティも教えている。バクティは、崇拝する神や支持するクルに、自分自身を委ねることである。その完全な達成により、自分の欲望は、完全に消える。バクティとジニアーナには、優劣はなく、 どちらを選ぶかは修行者の性質による。マハル氏は、バクティは、ジニャーナの母という表現をしている。ちなみに、神、グル、シンガは同じものの異なる呼び名である。シンガの探求に困難を感じる人などには、他の修行の道を否定せず、自身が最も行いやすいと感じる修行をすればよいと、いい、様々な修行にも寛容な態度をとった。初期の帰依者。 ガンビラムセシャイアの記録した、シンガの探求、教えの精髄、スリナタナナンダが編纂した、タイワ教えの花束の中で、ストゥーティ、ジャパ、ディアーナ、ヨーガなどが説明されている。それらの伝統的な修練で培った制御された、心の静けさや、一千年できる、集中力は、シンガの探求を容易にする。マハル氏は、シンガを悟るために、大部分の人は、 継続的に努力して修練する必要があると、説いている。マハル氏のように今世で修練なくして悟る魂は、稀で、今世で悟った者は肉体を去るまでは、プララーブだから来る、残りのバーサナが除去されない限りは、完全にならないと言われている。バガバーンは、修練者が従うべき、行動順則は何かと聞かれて、霊的な教えの実践編17の中で、節度のある、食事、 節度のある睡眠、節度のある会話と述べられた。彩色によって心の純質が増すことはインド社会では常識的に知られている。バガバーンがアシュラムの白い苦ジに虫を食べるのをやめさせて彩色に転校させたというエピソードが残っている。マハル氏の教えはヨーガの一種としてジニャーナヨーガと表されることもある。ジニャーナはナレッジや リアライゼーションと英訳され、日本語では知識、知恵や認識、悟りとなる。このジニャーナは主体が対象を知ることで得られる相対的な知識とは異なり、主体と対象という二元性を超える、真がもしくは神以外何も存在しない。私や私のものは存在しないという体験的知識である。この絶対的な知識も含め、すべての知識は、 最終的に放棄される。絶対的な知識は、無知を破ることで役目を終える。アシュラムの周りに住む動物に対して優しく接していた。アシュラムの敷地内には、現在もマハル氏が作らせた鹿、カラス、犬、牛のお墓が大切に残されている。また、必ずしも動物が人間に劣っているわけではないとも述べている。アシュラムで飼っていた牛のラクシュミーが亡くなった際、 マハル氏は、ラクシュミーは、解放を得たという文をラクシミの母妃に刻んだ。特別扱いされることを好まず、平等を重視していた。食事のお布施のある場合は、必ず皆で平等に分配し、特別に自分だけに用意された食べ物は受け取らなかった。自分の食事が人より多く盛られているのに気づくと、厳しく叱った。医療もアシュラムに住む人が自分と同じ扱いを、 受けられるようになって、初めて受けるようになった。彼の教えは、彼の語った言葉がすべてであり、本来、組織になじまないものであるが、翻訳での出版物や情報が少ない現在、それを補う形で、会員間の検算や、交流の場として維持されている。現在のラマナ・アシュラマムは、インドの他のアシュラムに見られるような弟子による、後継者としての指導者はいない。またアシュラムは、 教えの普及や啓蒙活動も積極的に行っていない。信奉者は各自が自らのうちにぐるラマナを見出す。日本ラマナ協会の活動もそれに準じているが、アシュラムに従属するものではなく協力関係を維持している。年4回会員へニュースレターアルナーチャラを発行し、東京都神戸で勉強会が開かれている。ありがとうございます。